11月5日の日曜日です。で、今日もまた、声優さんのイベントに行ってきまして、昨日から、引き続き行われている、日曜日はオフレコでプレゼンツ、オフレコ学園祭 2days の2日目に行ってきました。これは日曜日はオフレコでっていうのは、大阪でやってる、公開生放送のイベントなんですけど、企画が初めて関東で、催しをやるということで、で、声優さんが集まっての、トークとかゲームとかの、企画でした。で、今日はちょっと、昨日も行われて、昨日もまあ昼夜やって私行ってきたんですけど、今日はまたメンバーが変わって、で、出演したのが笹原優さん、あと、菅野舞さん、柴崎のり子さんっていう3名。もともと稲垣好美さんと塩入飛鳥さんってお二人、出演予定だったんですけど、ちょっと体調を崩されたっていうことでお休みになって、今回3人でのトークショー、あとまあ MC の方がいらっしゃって、トークショーっていう形になりました。だから、まあ3人なんで、多分、昨日は昨日で5人だったんだけど、なんていうかな、より、一人一人の役者さんにフィーチャーした、スポットを当てた、お話ができたのかな、聞けたのかなっていう気はしましたね。うん、で、今回特に柴崎さんと菅野さんって事務所は同じなんですけど、まあ柴崎さんって実は他の事務所からまあ移籍をされて、今の事務所に入られた方で、菅野さんとも、だから事務所のね、同じ事務所とはいえ、なんかそんなにすごく、よく、まだこれから知っていく感じの、関係みたいで、で、笹原さんは完全に二人と初めましてだったらしいんですよね。だから、昨日はね、割と、もともと関係性がそれぞれあるような感じの、組み合わせで、それはそれでまあ面白かったんですけど、今回はだから初めましての人たちがどういうふうにコミュニケーションを深めていくかっていう面白さもあったかなっていうふうに思います。で、面白かった。昼夜とも、いろんなコーナーやって面白かったんですけど、昼は、写真の、なんか皆さんが持ち合った写真の話は、があって、この辺は、なんか急に、島崎さんが、写真、なぜか写真 部長っていう役割が急に出てきて、で、島崎さんはトウモロコシを収穫した後の、その、残った、いわゆる、なんていうの、葉っぱとか、その、取ったものを、一回、一とこに集めて、それはなんか来年の植物の肥料になるみたいな話で、なんかその生命の循環っていう話が出てきて、で、笹原さんも、笹原さんは実はこの時期どんぐりを集めていて、どんぐり、集めたもどんぐりを、送るとですね、それが一つの苗木として、苗木にまあ交換という形で植えてくれるっていうプロジェクトがあるみたいで、その話をして、それもまた生命の循環で、で、菅野さんはフィットネスバイクと、プロテインを、セールで買ったらしいんですけど、で、その写真だったんですけど、まさかのフィットネスバイクに足が届かなくて、フィットネスバイクを漕ぐ用の厚底の、室内用の厚底の靴を買ったとかって話をしてて、なんかそれもまた生命の循環みたいな話になってて、それで面白かったですけどね。で、あとは、放送部で、なんか、言わなさそうな、キーワードをもとに言わなさそうなセリフを言うっていうね。この辺はだから、読み方はだからさすが声優さんなんで、その、放送部っぽい読み方をするんですけど、確かに、言わなさそうだなっていうこととか、あと、菅野さんは突然マイクをカスタネットのように叩いて、客席に問題を出すみたいなことをやったりですね。その辺は面白かったですね。で、あとは演劇部か。
演劇部はまあ、エチュードですね。笹原さんが怪獣役になって、で、まあ、菅野さんと柴崎さんが、お題に沿ったセリフを言うという、まあ、大喜利みたいなコーナーでしたけど、菅野さんが大阪のおばちゃんのセリフなんだけど、全然大阪弁じゃなくて、笹原さんに大阪弁ちゃうやんけって言われて、その後なんか、とりあえず大阪、知ってる大阪弁をどんどん言うんですけど、最後に出てきたのはせやかで工藤だったっていうのが、それは結構面白かったですね。うん。そんな感じが、昼の部かな。で、結構ね、柴崎さんがやっぱりちょっと感性が独特なのが面白くて、ニックネームとかも、なんか、普段一般的に呼ばれてるものではないものをつけるっていうのがどうも好きらしくて、笹原さんのことが、笹原さんからサハラ砂漠をイメージした、で、オアシスって呼ぶって言い出して、私にとってはオアシスってバンドだから、オアシスなんだと思ったんですけど、そしたらそれを、なんか、笹原さん、違う、柴崎さんは、オアシスのシスを取ってシスちゃんって呼ぶ。で、そしたら菅野さんが、じゃあ私はオアちゃんって呼ぶって言い出して、でもなんか、その呼び名、そういう呼び名って絶対、イベントとかで決めると忘れがちなんですけど、ちゃんと、呼び合ってたのはさすがだなと思いました。で、そう、柴崎さんなんか昔、ご自身の番組で菅野さんに、菅野前だからって言って、かいちゃんかいちゃんって名前を付けたらしくて、で、今回は道をかいちゃんって呼ぶって言ってたんですけど、で、菅野さんは柴崎さんが、柴崎さんどんな貝が好きですかって言ったら、粒貝って言うから、粒ちゃんって呼ぶっていうですね、一般的に使われている、要はファンが呼ぶニックネームとは全く違うニックネームと呼び合うというですね。それがまあ、すでにして面白かったなという感じでした。で、夜の部は、夜の部はそうね、お手紙、お互いにお手紙を送り合うというコーナーがあって、まあ、どんなことを聞きたいとかね、リクエストをしたいとかね、そんな話がいろいろあったんですけど、まあこの辺は結構そんなに、この3人だと、この3人だと無茶ぶりをするような感じじゃなかったので、要は距離を詰めたいんで仲良くしたいんで呼び方を、決めたいとかね、そんな話だとか、あとは、でも、そこででも柴田さん、笹原さんに、キャッチフレーズを名乗ってほしいみたいな、たどり着いて笹原砂漠のオアシスにっていうキャッチフレーズを言ってほしいとかですね。それはちょっと、なんか、急にと思いましたけどね。笹原さんあんまりそういう、なんか、挨拶みたいなものなかったんで、まあまあ、それはそれで、面白かったのかもしれないですけど。で、あとは、笹原さんに熊本弁を言ってほしいとか、であとは、お互いに、まあ、遊びに行くならどこに行きたいとかね、どういうところに行きたいとかって話をしたりとか。で、あと菅野さんが何か食べて美味しかった時にうまいまいっていうのが、お決まりのフレーズみたいなのがあるんですけど、で、これまた柴崎さんなんですけど、まずいものを食べた時にまずいずいって言ってほしいっていう話になって、でそこから菅野さんが、その味がまずいものを食べたことはないんだけど、なんか食べてはいけなかったであろうものを食べたことがあるって、そのバースデーイベントでケーキの飾りについてた、お菓子とかそういう、その飾りの中で、その食用なのかどうかよくわかんない塊を食べたことがあるんですよね。で、その話がもう一回出てきてですね、それはちょっと面白かったですね。そう、確かにバースデーイベント結構、それはなんていうの、なんか菅野さんがそれ食べて、なんかこれを食べて私は怪物になるかもしれないみたいな、要は味も何にもしない謎の装飾品みたいなもの、一応食用だったと思うんですけど、なんかそんなものを食べたみたいな話をしたりとかもしてましたね。で、あとは菅野さんは柴崎さんとディズニーデートに行きたいって言って、で、柴崎さんはディズニーのキャラクターじゃない、なんか、
ごっつい鹿の角があって、それをつけていってもいいかっていう話が出てて、それで子供とかそういうなんかディズニーのものじゃないものをつけてる子供もいるからいいんじゃないかみたいな話とかもしてますけどね。であとは、お化け屋敷で、その要は妖怪、ランダムで引いた妖怪になって、みんなを怖がらせる一言を言うっていうのは、ここはやっぱりちょっと役者さんの腕の見せ所で、パッと出てきた、お題に対して、瞬発力でキャラクター考えて、どういう、セリフを言うかを考えるっていうね。なんか笹原さんの飛び箱、妖怪飛び箱女とかっていう、飛び箱10段飛ぶ、その生徒をあの連れ体育館に連れてきて、飛び箱10段飛ぶまで返さないみたいな、割と本当に都市伝説系の学校の階段みたいなものがパッと出てくるのは、やっぱりバックボーンがちゃんとあったんだろうなってことは感じましたね。で、夜最後にやったのは、告白エチュードってやつですね。要は体育館の裏で、一応文化祭の最後、この2日目の夜の舞台の一番最後のコーナーだから、文化祭の最後に体育館の裏で告白をするってエチュードでしたね。で、それでまあ、その辺は結構それぞれの、パッとキャラクター掴んで、演じてましたけど、ちょうどね、偶然昨日と同じあれですね、昨日のヤンキーゼリフ対決みたいなものがあって、そこに極戦の中村幸恵さんのモノマネをした人が昨日いたんですけど、今日もですね、極戦の中村幸恵さんのモノマネをした人がいて、思わぬ偶然が起きたりしてですね、その辺はすごく面白かったです。であと最後3人で、3人でエチュードやって締めようってなったんですけど、で、笹原さんがお金持ちの、ヒロインみたいな女の子をやって、で菅野さんはそのいわゆる病弱の男の子をやる。で柴崎さんがその誰をやりますかってキャラクターを選んでる中に体育館ができますって急に言い出して、体育館って別に入ってないんですよ、そのキャラクターの中に。体育館の裏で告白をするっていうシチュエーションですってだけなんだけど、柴崎さんは体育館をやりますって言って、本当に体育館をやって、いわゆる体育館で聞こえてくるようなモブの声をやるっていうね。でそしたら菅野さんが最後にその、告白してきた笹原さんのお金持ちの女の子ではなくて体育館に告白するっていう謎のエンディングが起きてですね、その辺は多分同じ事務所としてのなんかその息の合い方みたいなものを感じたなというふうに思いました。そんな感じかな。いや、面白かったです。本当に3人ともほぼ初めましてと思えないぐらい、なんか、そううまく、話が噛み合ってるし、3人とも多分やっぱり得意なんでしょうね。多分人と打ち解けるのが。っていうのを感じたし、あとやっぱり MC の方が昨日に引き続きの方なんですけど、その方は非常にうまいので、なんだろうな、これ、あんまりこういう表現が適切かわかんないけど、割と声優さんのイベントって MC の人は誰か立てるんだけど、その MC の人とは別に、出演者の中の人で、その進行をね、話を進行させていく役割みたいなものを自然と、担当する人がいて、だその人と MC の人がいて、他の人にも話を振ってみたいな流れがあるんだけど、今回に関しては、出演者の方が今日3人だったってこともあるんだろうけど、MC の方はうまくフォローしてくれるので、だから割とね、3人とも自由に話をしてる感じでした。特に、笹原さんは割と、こういう声優さんが何か集まるイベントやるときに、その MC の人がいたとしても、笹原さん自身が、割と先輩になってきたので、そういう若手の人たちが、若手の声優さんが集まるイベントだと、割と先輩側に回ってきたんで、いろんな人に話を振ったりしながら進めていくんだけど、なんか笹原さんもすごく自由に喋ってた感じがして、なんかそういう意味でもリラックスしたイベントだったなと、その出演者の方としても多分リラックスしたイベントだったのかなと。でまああとファンの人がね、やっぱりこういうイベントだとその人のことが本当に好きって言うと変だけど、
まあ、特定の誰かの人のことを好きな人がちゃんと来るから、そういう意味では、すごく、なんか、密度が高いイベントだったんじゃないかなと思います。で、多分、その、目当てにして来た人と、新しく、その目当てにして来たファンの人は新しい新鮮さを知ってっていうような、そういう場にもなったんじゃないかなってことは感じました。まあ、ね、大阪の会社さん、イベントね、日曜日ホレグレって大阪でやってるイベントで大阪の会社さんだと思うから、なかなか関東で何回も何回もイベントやるって大変なのかもしれないけど、まあ、もしね、例えばこれから恒例行事としてでやってもらったら嬉しいなってことを感じながら、見てきたっていう感じでした。そんなとこですかね。以上です。